こんにちは、岡崎チューブ2代目リポーターの岡崎です。はい、こちらはですね、知る人ぞ知る名店、岡崎なのに九州さんにやってきました。一回来たことあるんですけどね。あ、そうなんですか。チャーハンが絶品なんですよ。ラーメン餃子って書いてありますけどね。でもチャーハンなんですよ。でもチャーハンがおすすめなんですね。そうです。ちょっと一見ね、入りづらいような感じ、ま、町中華って感じだよね。そうですね、しますけど、この辺にいる人たちはね、もうほんとみんな知ってるってぐらい有名なお店で。そうなんです、ね、ちっちゃいお店だけど、もう本当にみんながこぞって九州食べたいって来るお店ですよね。街の人々に愛されてる感じなんですね、うん、店内ね、カウンター席が何席、7、6、7席ぐらい、それぐらいですかね、うん、あって、ちょっと今日はいっぱい、はい、っていう時も安心なんと、テラス席があるんですよ。え、テラス席あるの？道挟んだね、ハス向かいにあるんですよ。あ、すごいですね。テラス席があるんですね。はい、じゃあ今日はこっちでね、食べようかなって思います。はい。はい、なんか、うん、なんだろう、ガレージみたいな。そうですね。感じなのかな。ちゃんとね、こうカーテンもついてるんで、うん、外とはちょっと隔たれてます。はい。じゃあメニュー見てみましょうかね。はい。メニューね。はい。こんな感じです。はい。何を食べましょうかね、うん、今日。中華屋さんって感じですね。うんうんうん。なんか風が強くなってきた。ご飯もの、うん、麺もの。うん、その他と、うん、この飲み物で分かれてますね、はい、うん、やっぱりチャーハンが、うん、絶品、はい、チャーハンは間違いないっていう、聞いたことあります。今日はね、岡崎ニンニクチャーハンいっちゃいますよ。いきますね。いっちゃいます。パンチあるのいきますね。はい、20円増しただけでニンニクチャーハンかけながら、それはいきたいですよね。はい、小野さんは何にします？僕はじゃあ中華飯にします。中華飯いいですね。はい、すごいいっぱいメニューがあるから悩んじゃいますけど、うん、悩んじゃいますね。あと唐揚げも美味しそうですよね。唐、はい、揚げ、どこだ、唐揚げ、うん、あ、唐揚げも行きますか。行きますか。絶対美味しいですよ、ね、1個110円ですって。はい、はい、3個いっちゃいますか。3個いっちゃいます。ね、欲張りさんだな。はい、こんな感じですね。いや、もう迷っちゃうね。なんか次来た時は違うものを行きたいなっていうね。そうですね、こんだけあると、うんうんうん、初めて来た方もチャーハン行っていただいてね。まずはね。まずはチャーハンです、はい、唐揚げが先に到着したので、はい、食べたいと思います、はい、唐揚げ3つ頼んだんですけどね、なんか小ぶりだからこれで3つ分って言われて、普通小ぶりじゃないよって思いましたね。これが普通サイズだよって感じですけど ねこれが小ぶりなら、うん、普段どんな気になりますね。で、相当大きいんじゃないですか。いや、また来なきゃ。はい、よし、はい、いただきます。はい、おいしい。すごい、めっちゃジューシー。そうですか、うん、めっちゃジューシーだし、うん、もう、肉の身がプリプリです。身がプリプリ、プリプリって言う？あ、プリプリ言うかな、どうだろう、唐揚げってプリプリなのかな。あ、プリプリか、うん、うん、ね、確かになんかプリプリに見えてきたぞ。でしょ、うん、ね、美味しいです。もう揚げたてなんでね、うん、めちゃめちゃ熱い。おー、美味しい。うん、ごきげんよう。
それで固定なんですか。合わないよね、中華料理屋ですか。そうですね、ニーハオ。じゃ中華飯ですね。中華飯ってこんなに具沢山でしたっけ。めちゃめちゃ入ってますよ。すごい豪華な餡もかかって、すごい中のご飯が見えないですね。うわすごい、いただきますね。はい、うわすごい、ご飯が出てこない。すごい飽きてきました。いました。すごいですね、これはすごいぞ。いただきます。うん、熱そう。熱いけど、うん、超美味しい。これはめっちゃ美味しいわ。いいですね、うん、野菜のシャキシャキ感がたまんないですね。あ、うん、味付けもね、程よい、うん、なんかちょっと中華料理って味濃いイメージあるじゃないですか、はいはいはい、でもそう全然濃すぎずに、だからくどくないかな、もう本当にちょうどいい、ちょうどいい、うん、かわいい。食べます。うん、硬すぎずちょうどいい柔らかさですね。なんか、うん、何すぎず何すぎないってめちゃめちゃ使い勝手いいですよね、うん、僕の戦法がバレちゃいましたね。そうなんですよ、すぎない中華飯です。すぎ中華。あ、赤いウインナー入ってる、ね、子供が好きそうな、うん、お弁当にね、うん、お弁当に入ってるやつですね。お父さんウインナーのやつ、うんうん、うん、合いますね。うん、ちょうどいい、美味しすぎる中華飯でした。うまい。最後は過ぎたね。美味しすぎちゃいましたね、うん、はい、はい、じゃん、これ何ですか。これね、ニンニクチャーハンです、うん、もう匂いがね、すごいニンニク、いい匂いします。いいしますか。これはいきますね。口もいい匂いになっちゃうな。はい、なっちゃうね。結構な量ありますね、うんうん、これが570円、うん、安い、安い、はい、じゃあちょっと早速食べてみようと思います、うん、はい、いただきます。はい、はい、うん、すごい、うん、これはすごいです。何がすごいですか。もうね、うん、口に入れた瞬間、うん、ニンニクの香りがもう、うん、鼻に抜ける、もうすごい、すごい。もうめちゃめちゃ大量にニンニク入ってます。あ、そうですか。しかも半生、半生、半生ぐらい、うん、結構もう生に近いニンニクが入ってるんで、そうなんだ、めちゃめちゃパンチがありますね。うん、辛さとかあります。いや、そんなに、あ、そんなかないですか、うん、辛さはそんな気にならないですね。うん、めっちゃ美味しい。チャーハンとしても美味しいですか。いや、もうすごい美味しいです。うん、ね、うん、ご飯がパラパラ、はい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 、すごいパラパラで、あ、もうやっぱ中華料理屋さんならではのね、ほんとほんとパラパラ感のある、チャッチャってやるやつね、はいはいはい、いいですよね、あれだけで美味しそうですもんね。うん、ね、うんうん、めっちゃ美味しい。いいな、食べたくなっちゃうな、これは。いや、いい、本当に美味しいですね。めちゃめちゃスタミナついちゃう。そんなつけてどうするんですか。これから、はい、帰ってね、動画編集しないといけないんで、はい、そうですよね。頑張ります。はい、もりもり、もりもりね、はい、はい、うん、美味しいぞ。絶対美味しいじゃん、これ、うん、マジで美味しい、熱い。それ持たなくてレンゲでさ、作ればいいじゃん。そう、熱々スープ、熱々スープ、中華スープですね、はい、うん、ちょっと熱くてやつは持てないんでね、うん、レンゲに入れると、うん、綺麗、透き通ってる。あ、透き通ってますね、うん、うわ、いいじゃないですか、はい、はい、うん、美味しいです。うん、これ何スープっていうんですか。中華スープ、中華スープか、
めっちゃ美味しいですね。ネギもね、シャキシャキで、うんうん、チャーハンによく合います、うん、あ、いいですね、完璧にセット、はい、チャーハン、スープに唐揚げってもう、あ、もうね、優勝優勝いいね優勝優勝ですねニンニクチャーハン食べてほしいですね。もう普通のチャーハンじゃなく、うんうん、もう戻れない、うん、もう戻れないニンニクしか愛せない、うん、ニンニクしか勝たんこれも美味しいのよ、美味しいのよ、美味しいけどチャーハンには勝てんわはい、ニンニクチャーハン完食しました。ごちそうさまでした。いや、美味しかったです。美味しかったけどちょっと量が多くてお腹パンパンになっちゃいますいや、美味しかったな。でも元気が出ない時も、うん、夏場とかもね、いいかもしれないですね、スタミナついて、うんうん、出前もできるしね。あ、そう出前もできるんですよね、ありがたいですよね、うんうん、今度ちょっと出前したいなって出前、岡崎ピザぐらいしかしたことないんですよね確かにあんまりね、今じゃ珍しいこのおかもちっていうんですか、うん、にね、うん、入れて車で配達してましたけど、うん、ね、うん、いいですよね、なんかそういうのもめっちゃいいよね、うん、で席数もね、こう、うん、テラス席入れたら結構あるので、うん、家族とかで来ても、うん、大丈夫だと思いますし、夜もやってるので、うん、夜ご飯の時に来てみてはいかがでしょうか。じゃ今日はテラス席だけど、うん、店内はね、もうまさに昔からあるさ、中華料理屋さんって感じでさ、そうですね、すごい、うん、なんて言うんですか、エモい、エモいエモくはないか、なんかドラマとかさ、孤独のグルメとかさ、あ、そういうの出てきたもんさ、あー、確かに、なんか、うん、いい感じだったよね、ありそう、うん、そうですね、うん、うんうんうん、すごい素敵なお店でした、うん、はい、ぜひ来てください。はい、岡崎チューブではですね、ご依頼も募集しております。ここに行ってほしい、うちの店に来てほしいなどありましたら、ぜひぜひお気軽にお問い合わせください。で、岡崎チューブはブログもやってますので、そちらもご覧ください。はい、ではよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。岡崎でした。チャーハンはですね、まあ、次の日何も予定がない時とかに食べた方が無難です。終わり